源氏物語は、1951年11月2日、公開の日本映画である。大英製作、配給。監督は、吉村孝三郎。脚本は、新藤兼と。モノクロ、スタンダード、123分。大英の創立10周年記念映画として、豪華出演者、スタッフで制作した、大作映画。紫式部の、 源氏物語の初の映像化作品であり、本作では、起立坊のウと光源氏の幼少期をプロローグとし、26歳頃の源氏を中心とした1年半の物語を描いている。配集は1億4105万円で、1951年度の放画配集ランキング第1位となった。第25回キネマ旬法ベスト10第7位、第5回カンヌ国際映画祭撮影賞受賞。 本作は当時の源氏物語ブームにあやかって制作され、当時の日本映画においては空前の規模で制作を観行した。新道兼とは原作に最も忠実と言われる、よさの秋子の現代語訳をもとに、長大な原作を約1年半の物語に脚色し、さらに、赤子の上と女、三宮を合体させた、淡路の上という人物を新たに創出している。 脚色には、谷崎純一郎が監修、池田機関が,越紫部会が公演に当たった。主演級の俳優の衣装60組は、高島屋の全面協力によって調達し、花の縁のシーンでは30人の助官の衣装代だけで、総予算をオーバーしたという。1951年11月1日に帝国劇場で行われた。 大英創立10周年記念式典で先行上映され、翌日の11月2日に封切られた。本作は当初カラー作品として構想されたが、技術的な問題でモノクロとなった。ありがとうございます。